はい、どうもお疲れ様です。お疲れ様です。これがね、1941年、大正費工場、先ほど言ったね、はい、ああいう風なあれに伴って、あの官民、あの民間と共同でやった、あの陸軍のまだ残ってるんですよ、戦後75年。この辺からちょっとずつ、もう今住んでる人もおるからね、はい、みんな極端なことできないので、まあ、ここもそうですね。もう作り、もうあの窓の3みたいなのがもう、そうですね、これを見ると完璧に木造のやつ段階で風情がね、はい、あります。ここなんか相当違います。もう結構オリジナルですね。土壁だいぶちょっと剥がれてますけど、うん、そうそう、オリジナル系の、はい、うん、でこっちもなんか多分この窓のこれあんのがそうなんですよね。だから当時の基準なんでしょうね、はい、まあ玄関とかはねちょっと今風にはなってます、うん、だってここのこの門みたいなのがこの木です、はい。これも時間的に言うからもうそんなに、うん、長くは持たないかな。ここはもう壊れてますね。けど中入れそうな雰囲気。ちょっとだけ覗いてみましょうか。お邪魔してみます。お邪魔します。あの別にあの心霊系のあの放送じゃないですからね。あれを思ってるんじゃないですか。ああもうだいぶやれてるね。中はほら畳穴開いてるしもう、はい、うん、ここはこんな感じでアルミサッシも入れたりしてね、うん、でも、もうもうこういうのとかが、ね、こうやっぱり昭和を感じる。でちょっと年配の方住んでたよね、こうやってあの介護用の手すりついてたり、ああですね、ちょっと改装しながら、うん、だいぶ長いこと住んでるみたいなね。時間的にはもうそんなに長く持たへんのかもな、こういうのもとは予算ちょっとつけてしっかりと保存してほしいなって気はするんですけどね。ここなんかも屋根がちょっとアウトっぽいけど、アウトっぽいけど、うん、まだ人は住んでる。そうやね、人がここも住んでないかな、うん、住んでなさげ、住んでなさげですね、ここは、はい、だからちょこちょこね空いてたりとか畑になってたりとかするんですけど、ここはもう何軒かは残ってます。そう、でも今来とかないと多分もう中条くんも二度と見れなくなる景色ですね、うん、あと数年したら本当にうん、数年持つかな。だから他はほらこう潰してこんな大きい建物、ね、こっちはそうですね、うん、してるから、この辺全部そうだったんでしょうね、うん、この辺全部そうやったね。あの陸軍庁舎向こうもそうやし、はい、煙突立ってるからまだ汲み取りないのね、ここでしょうね、風情はあるよね。あの奥の家コンディション良さそうやね。そうですね、まあ、一番あんねやね、はい、ここはもう取り壊せないんだよね。この窓とか風情あるよね。ありますね、木枠の冬寒いやろでも当時はやっぱり陸軍の士官が、うん、士官が住んでたから、あの官民で作ったなかなかそこそこ永住宅やったっていう気配しますよね、はい、だから今は確かにああやって屋根がちょっとたわんでみたいな感じはありますけど、うん、でも何年経ってるんですかね。まあ昭和41年、1941年、だからもう半世紀以上経っていてもこんだけやっぱりしっかりしてるっていうのが、うん、そやね、だからほぼ戦争中に作った住宅ですよね、はい、まあこことかもアウトアウトですよね。ここはもう完全にアウトですね。ですね、もうなんかそれこそ心霊探偵の YouTuber が来そう。ね、もうこっちはもうこんな感じで廃墟になっちゃってますけど、うん、
けわからん YouTuber が好きで、あのそこに女の霊がいるとか言い出しそうでもこういうのがこう普通の住宅街ですよ。そうですね。あのここは柏原市いましたね。あの防台号の近くでもないか。まちょっとは離れてますけど、それでもまあ、うん、普通の住宅街の、うん、まあ、そういうところですね。まあここはまだ残ってますんでね、みんなも来ようと思ったら来れる、うん、こう感じですね。まあ、陸軍庁舎跡地。跡地というか現役ですね。現役ですね、うん、もうこれから先多分もうあと10年持たへんのじゃ持たないでほとんど取り壊されるような気しますけども、うん、そうやね。ただ一軒ぐらいはなんとか保存してほしいな。綺麗にね。あ、まあ、そういうことで今日はあの陸軍のねあの庁舎跡地、もう今やね昔の住宅にしか見えないんですけど、なかなかこういうふうな残り少ないところに今日やってきました、はい、では短い動画になりましたけどありがとうございました。よかったらまた高評価グッドボタンよろしくお願いします。お願いします。お疲れ様です。